ようございます。11月10日水曜日の朝です。今日は豊君とともにご挨拶してますけれども、今日は昨日の動きの変形をやります。肩甲骨があばらを滑るとかっていう表現をしますけれども、肩甲骨があばらを滑って動くってどういうことかなって思ってる方がいらっしゃると思いますけれども、これがこの肋骨の上に肩甲骨はただ乗っかってるだけなんですね。で、肩が動くことによってこのあばらの上を動きます。この肩甲骨が背骨に近づいたり離れたりという動き、肩の動きでこういう動きができます。それとはもう別にですね、肩の動きは、肩はここにいたまま、あばらが動きます。あばらが動くことによって、肩甲骨が動きます。肩が動くことによっても動くし、肩はこの位置にいたまま、あばらが動くことによって、肩甲骨もあばらの上を滑ります。なんてことをちょっと、想像するだけで体の動きが変わってくるかもしれません。今日もゆっくりと動いていきましょう。では仰向けになってください。床の上に体を預けてください。肩甲骨、ご自分の肩甲骨の形を今この体勢で感じることがあるでしょうか。右の肩甲骨と左の肩甲骨どうでしょう。形イメージできますか。そして背骨ですね、ずっと体の真ん中を通っている背骨と肩甲骨の距離を見てみてください。右の肩甲骨と左の肩甲骨、背骨に近いのはどちらですか？耳に近いのはどちらでしょうか？この2つの肩甲骨はどうやって動くかなとちょっと想像してください。そして頭を左右に傾けてください。その時に肩甲骨と床との関係に何か動きがあるんでしょうか。では動きをやめてください。右側を下にして横になってください。両膝はお腹の方に曲げて重ねておいてください。そして左手は昨日と同じように右斜め上の床に置いてください。手のひらを下にしておいてください。昨日はゆったりと優しくこの左手が指先の方向に伸びていったり戻ったりという動きをしました。その時に指先だけが伸びていくということはできないので、腕もこの腕の長さ以上伸びていくことはできませんね。そうするとこの肩甲骨があばらの上を滑ってこの斜め上の方向に動いてくれることが大事なんですね。そうすると肩が動きます。肩も動く、肩甲骨も動く、そしてあばらも動いているでしょうか。骨盤ももしかしたら動くかもしれません。どこら辺までこの動きあるかなって昨日は観察してもらいましたけれども、今日はですね、この手のひら、最初に置いた位置から動かさないでここにストップしておいてください。でもあばらや骨盤は同じように
動いてください。さっきの動きと同じように。前方に、前方というか斜め上ですかね、に動きます。そうすると、この肩は動かないのですが、肩甲骨はあばらの上を滑って動くのがわかるでしょうか。肩甲骨が背骨に近づく動きですね。で、戻ります。ゆっくり優しく。まあ、手のひらはここで動かないんですけれども、肩は動かないと言いつつ、常に動いているんですね。で、あばらの上を肩甲骨が滑って背骨に近づいていきます。ちょっと昨日の動きと組み合わせてみたいと思います。左手の指先が斜め上の方に動いていって戻ります。戻ったら手のひらをここに置いたまま、あばらと骨盤が動きます。肩は動かない。これを交互にやってください。そうすると肩甲骨に気持ちを向けると、あばらの上で肩甲骨はどう動いているでしょう。ゆったり優しく、肩甲骨があばらの上に、上で斜め上に動いていったり、背骨に近づいていったり、呼吸は止まっていませんか。ゆったりと心地よく動いてください。では動きをやめて仰向けになってください。右側と左側を比べてください。どうですか？肩の高さとか背中のついている感じ、肩甲骨は感じられるでしょうか。右の肩甲骨と左の肩甲骨どうですか。背骨との距離はどちらが距離があるでしょうか。耳に近いのはどちらですか。呼吸をしているときにどちらの胸が大きく動くでしょうか。では逆を向いてください。左を下にして横になってください。両膝はお腹の方に曲げて重ねてください。右手は斜め上の床に置いてください。そしてゆっくり優しく、右手が斜め上の方に床を滑って伸びていったり戻ったり、昨日の動きですね。昨日の動きゆったりやってください。心地よく、心地よく。そうすると肩甲骨、右の肩甲骨が背骨から離れていくのがわかるでしょうか。あばらの上を肩甲骨が滑って背骨から離れていったり戻ったり、優しく優しくこの動きをしてください。他のところもあばらの動きや脇の下が
開いていく動きや、骨盤、右の骨盤が動いていく動き、全身の動きに気持ちを向けてください。で、戻ってきたら、この右手のひらが床に置いてある位置、その位置は変えずに、今度はこのあばらと骨盤だけが動いていきます。さっきの動きをあばらと骨盤が動くけれども、手は伸びていきません。そうするとあばらの上に乗っかっている肩甲骨、右の肩甲骨にはどんな動きが生まれるでしょう。ぐいぐいやらず、小さい動きでもわかると思います。この肩、右の腕の位置がそのままだと、あばらが前に行くときに肩甲骨があばらを滑って背骨に近づいてきます。そして戻ります。この肩甲骨の、あばらの上の肩甲骨の動きにちょっと目を向けてみてください。どうでしょう、肩甲骨動いているでしょうか。私には肩甲骨ないわとおっしゃる方いるんですけど、あります。安心して肩甲骨の動きを観察してください。ではこの動き交互にやってください。右手が斜め上にゆったりと伸びていって、戻ってきたら手のひらストップで、あばら骨盤が動いて戻ります。指先が伸びていったり、指先はこのままで、あばらと骨盤だけが動く、ゆったり交互にこの動きです。そうすると、あばらの上の肩甲骨がどう動くでしょう。普段はカチッと固まっている肩甲骨が、あばらの上をのびのび自由に動いているのがわかるでしょうか。呼吸は止まっていませんか。どこか頑張ったりしていませんか。ご自分の動き、骨格模型になったように想像してみることはできそうでしょうか。まあ、肘は軽く伸ばしたままですね。では動きをやめて、ゆっくり仰向けになってください。床の上の体を観察してください。さっき休みの時と今の感じ、右側と左側の感じどうでしょう。肩甲骨の位置はどうですか。背骨との距離、床との関係、呼吸をしている時の胸の動きはどうでしょうか。頭を左右に傾けてください。では動きをやめて、ゆっくりと引き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか。あばらの上を肩甲骨が自由に動く
少しこの胸周り、肩周りが軽くなったような気がしますが、皆さんはいかがですか？昨日はたくさん雨が降りましたけれども、もうすでに青空が見えてきています。今日はいい天気になりそうです。では、肩軽く、いってらっしゃい。